どうやら一件落着のようですね。何もかも全て丸く収まった。唯一の問題はなぜか変な味の牛乳を飲まされたことぐらいでしょうか。おや、口に合わなかったかい？珍しい味のものが好きだったと思ったんだけど。若、あなたというお方は。旅人も一杯飲んだんだよ。彼女はどうでしたか？若から見ても良い印象だったのでは？ああ、今回旅人は重要な役割を果たしてくれた。もし彼女とその連れが私に手を貸してくれていなかったら、両家とも私のことをもっと警戒していただろうからね。そう簡単に確信をつくことはできなかったかもしれない。さすがは若、人の問題に介入しつつご自身の目的も果たすとは。ただの成り行きだよ。ああそうだ、暇があるうちにこの間途中になってしまった戯曲の続きをやろう。